バッキンガム公は、かつて存在した、イギリスの公爵くらいの一つ。バッキンガムの名を冠した、公爵位には1444年創設の、スタッフ,フォード家所有のバッキンガム公爵くらい、1623年創設の、ビリアーズ家所有のバッキンガム公爵くらい、1703年創設の、シェフィールド家所有のバッキンガムノーマンビー公爵くらい、 1822年創設のグレンビル家所有のバッキンガムシャンド公爵位がある。いずれも剥奪されたか廃絶しており、現存していない。初代バッキンガム公、ハンフリー・スタッフ,フォードの紋章をはめて、バッキンガム公爵に上される第六代スタッフ,フォード伯爵ハンフリー・スタッフ,フォードは、幼い頃の1403年7月21日に死去した父第五代スタッフ,フォード伯。 エドワード・スタッフォードから、スタッフォード伯爵くらいとスタッフォード男爵を継承し、1420年には、ヘンリー5世のフランスでの作戦に従軍したが、1422年の王の宝御でその遺体と共に、イングランドに帰国、ヘンリー6世の側近となり、1444年9月14日に、バッキンガム公爵に除爵された。 バラ戦争でもランカスター派として、ヘンリー6世に従ったが、1460年7月10日の、ノーサンプトンの戦いでヨーク派に敗れて殺害された。そのため、その孫の第二代バッキンガム公爵、ヘンリー・スタッフォードはエドワード4世から疎まれ、キャサリン・ウッド・ビルトの望まぬ縁組を押し付けられ、これが彼を1483年のリチャード3世による、大い三奪指示に追いやった。 しかしそのわずか3ヶ月後には、ヘンリー・チューダーを擁立して、リチャード3世に対する反乱を起こした。すぐに鎮圧され、裁判なしで、死刑剥奪の上処刑された。そのため、その息子の3代バッキンガム公爵、エドワード・スタッフォードは、当初借位を告げなかったが、ヘンリー7世が、リチャード3世から王位を散奪して即位して、 チューダー長が始まった1485年には議会法により、借位を回復された。しかし、数期卿、トマス・ウルジーから敵意を向けられ、1521年5月には、大逆罪で、試験剥奪の上処刑された、初代罰金が無効、ジョージ・ビリアーズの、紋章追励罰金がンガムに上されるのは、スチュアート長のジェームズ一世の長身、ジョージ・ビリアーズである。 彼は、ジェントリーの息子だったが、1614年に、宮廷入りしてから急速に昇進し、種名頭や海軍卿などの養殖を歴任した。尺位も、急速に昇進し、1616 16年8月27日には、ビリヤーズ史尺、バッキンガム州におけるワットンの、ワットン男尺に上位され、1617年1月5日には、バッキンガム伯爵に上位された。 同年3月14日にはこの3つの爵位について自身の男系男子に次いで同母兄弟ジョン・ビリアーズとクリストファー・ビリアーズの男系男子への継承が認められた。さらに1618年1月1日にはバッキンガム公爵に譲され、そして1623年5月18日にはバッキンガム公爵とコベントリー伯爵に上位された。 1627年8月27日には、バッキンガム公爵くらいとコベントリー伯爵位について、男系男子に次いで、娘メアリー・ビリアーズの男系男子に継承が認められた。1625年に即位した、チャールズ一世の下でも栄進し、スペインやフランスと戦ったが、成果を得られず議会の弾劾を受けるも、チャールズ一世の介入で失脚を免れた。 しかし1628年には、イングランド軍将校ジョン・フェルトンに暗殺された。父が暗殺された年に生まれた息子の第二代、バッキンガム公爵、ジョージ・ビリアーズは、新京都革命中に、王党派に属して一時国外亡命し、その後帰国するもイングランド共和国から投獄を受けた。王政復古後に、チャールズ二世に登用されて、初代クラレンドン伯爵。 エドワード・ハイドの失脚に一役買い、その後カバルと呼ばれる政権の一員となった。しかし、カバル政権の不評とともに、議会から批判の対象となり、1674年には、罷免された。また彼は1667年に、母からドロス男爵を継承している。1687年4月16日の彼の死後、帰属者未確定となったドロス男爵を除き、 全ての爵位が継承者なく廃絶した。1710年頃のバッキンガムハウスジョン・シェフィールドは、1658年に父から第3代マルグレーブ伯爵を継承し、チャールズ2世や名誉革命後のウィリアム3世、アン・ジョ王などに仕え、ウィリアム3世在中の1694年5月10日には、ノーマンビー公爵にジョイされた。特にアン・ジョ王から徴用され、 トーリー島の政治家として、王子証書などの官職を務めた、スコットランドとの連合の委員にもなった、1703年3月23日には、バッキンガムノーマンビー公爵にジョイされた、また1702年から1703年にかけて、アーリントンハウスを改築して、バッキンガム宮殿の全身バッキンガムハウスを建設した人物である。初代皇の死後、 生存していた唯一の着室師、ジョン・シェフィールドが爵位を継承したが、子供を残さずに若くして死去し、保有着衣すべてが廃絶した。財産の大部分は非着室師に当たるイボアに、チャールズ・ハーバート・シェフィールドに渡ったバッキンガムハウスも彼が相続しているが、1762年に国王ジョージ3世に8000ポンドでバッキンガムハウスを売却しており、 ジョージ三世はここを王妃シャーロットの住居とし、後にバッキンガム宮殿となった。詳細はコバム主釈を参照首相ジョージ・グレンビルの息子で外務大臣を務めた初代バッキンガム公爵、ジョージ・ニュージェント・テンプル・グレンビルの息子であるリーチャード・プランタジネット・キャンベル・テンプル・ニュージェント・ブリッジス。シャンドス・グレンビルは1796年には第三代シャンドス公爵、 ジェームズ・ブリッジスの一人娘アンと結婚し、テンプル・ニュージェント・ブリッジス・シャンドス・グレンビル生に改正し、1813年に、父の死で、バッキンガム公爵、テンプル伯爵、ニュージェント伯爵、コバム爵、コバムのコバム男爵を継承した後の1822年2月4日に、バッキンガム・シャンド公爵、シャンドス公爵、ストーのテンプル伯爵にジョイされた。 このうち、ストーのテンプル伯爵位には、孫娘アンとその男系男子に継承可能な特別継承者の規定が付けられていた。彼の一人息子テンプル伯リチャードにはこの時点では、子供が娘のアンしかいなかったためである。彼の死後、息子のリチャード・テンプル・ニュージェント・ブリジス・シャンドス・グレンビルが二代行を継承し、彼の死後はその息子、 リチャード・プランタジネット・キャンベル・テンプル・ニュージェント・ブリチス、シャンドソグ・レンビルが三代公を継承。三代公は保守党政権下で、数密ン議長や植民地大臣を務めた。彼の代の1868年7月21日には、スコットランド貴族社位キンドス教を父から継承していたことが認められた。男子がない三代公の死後、 バッキンガムシャンド公爵はじめ保有爵位の多くは廃絶したが特別継承者の規定がある爵位はいくつか残った。キンロス教は三代公の長女、メアリー、コバム尺は親族の第五代リトルトン男爵チャールズリトルトン、ストーのテンプル伯爵は、老いのウィリアム・コアラントンがそれぞれ継承している。詳細はコバム尺を参照。ありがとうございます。